はい、三沢市 TV をご覧の皆様、本日はですね2019年大晦日、イラストレーターのですね野村武雄さんとですね鳩野夏希ちゃんが、ガチンコで対決をするという世紀の一戦をですね、見届けにやってまいりました。野村さんは、アマチュアゴルファーで、競技も出てる、いわゆるそのシングルプレイヤーですが、そのシングルプレイヤーの方がですね、女子プロに、どれだけこう立ち向かって勝てるのか、もしくはコテンパンにやっつけられるのかっていうのをですね、見届けたいと思います。事前情報ですとかなり勝つ気満々で来てるみたいなので、それを迎え撃つ畑野夏希がですねどのようなプレーを繰り広げていただけるのかと今から楽しみですが、早速もう練習してますんでね、これから、ちょっと見ながらですねいろいろとちょっとお話できればというふうに思います。よろしくお願いいたします。今日のコースは難しいんですか？いや俺も知らないの。知らないんですか？そう、誰も来たことない俺はでもね楽天のやつでちゃんと一応下調べだけ。マジですか？罰ゲーム何にしますか？罰ゲームあるの？金輪際金輪際ね何金輪際全部左手で書いてくださいよ。それはダメだしめちゃくちゃ言うな。じゃあ今度負けたらずっと左で打つ。いいですよ。もう一回、本当かい？やらしいこと言うとまた炎上するな。え、罰ゲームじゃなかなか考えようとした。そうですね、罰ゲームって俺は基本的にそんな勝たないからね、多分プロだから。ほら今日の意気込みは、意気込みセクシーに可愛く、セクシーに可愛く映る。炎上するよ、またそう、お尻振りだね。これを先にやる、なんとかやろうと思って。自己紹介。ゴルフバカイラストレーター野村武雄といいます。よろしくお願いします。よっちょっとうるさいんですけど僕はね、こう急遽決まりまして、僕生放送やってるんですけど、水曜の夜10時からもう8年9年やってるんですけど、そこの放送にたまに三橋さんが見に来てくれて、前出てもらったんですけど、でこの間2回ぐらい前の放送の時に来てくれて、で急遽その場でこの対決決まって、で大晦日なんですけど今日対決が決まりました。マッチプレーね、やっぱプロだから相手は勝ってるわけないんですよ、どう考えたって。でもねちょっと隙がありそうなんで、ちょっとバカなのかなっていう今のところ、今日初めて会ってまだ2時間経ってないぐらい、ちょっとバカなのかなと思って、スケール隙がありそうなんで、なるべく長いこと、しかも今日日没やばいんで、日没まで僕が持ったら俺の勝ちっていうことなんで、なんとかね持たしたいと思います。粘りに粘って、あまり口攻撃すると炎上しちゃうんでやらないですけど、ということで頑張ります。よろしくお願いします。よピヨピヨ。そのままお願いします。どうも皆さん、キャサリンです。地上波でお伝えしてます。地上波って何だろう、分かんないですけど、今日は野村さんと対決ということで、私はセクシーにいつも通りにゴルフをするだけ、そして野村さんを本人材左手でずっと絵を描いてもらうように頑張ります。ラブリービーム。あれが出るとなんか困ってる時にラブリービームが出るらしいんで。正直僕も初めてこのコースですし、野村さんも夏希ちゃんも初めてのコースなので、こう初見のコースでね、どのようなゲーム展開になるかは予想だにできませんが、とりあえず初めてのコースは、見えてるところに打つっていうのが基本ではありませんよね。レディーファースト、レディーファースト、はい、なのでよろしくお願いいたします。解説してくれるんですか？今日ノンストップ解説でいいじゃないですか。ダウンノンストップ解説、じゃあ T 貸して、はい、じゃあ順番僕決めます。はい、いますよ。はい、はい、チーズモテルダ。はい、じゃあ、はい、1番で、じゃあキャサリン参ります。はい、サトホールはよろしくお願いします。お願いします。どういうホールなんでしょう？パー5だ。これパー5ですね。はい、水溜めのこれキャサリン乗るんですか？これぐらいだと。まあ見てて、距離的には届くでしょうね。飛ぶも、俺は多分飛ぶんですよ。全然プロでも飛ぶ方です。でしょ？はい、見たもん、サバイバルで。でも、ちょっと、練習場に不安を
マンダフリしてたからね。え、ずっと喋っててください。はい、ずっと喋ってます。はい、お願いします。お願いします。はい、ということで、お願いします。ティーグランドの右サイドからですね。まあ若干左ドッグレッグに見えますが、はい、打ちます。ナイスショット。ありがとうございました。さよなら。練習場マンダフリだった。さよなら。はい、朝からいい球を打ちました。こういうこと言ってると本当に叩かれるからマジで静かに頑張って頑張ります。さあ、対するはですね、あ、靴が可愛い、ゴルフバカイラストレーターの野村武夫さん、はい、もうアディダス、アディダス、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どこ行ってきゃいいんだかね。もう地球のどこか。左は、左ちょっと広いんですよきっとね。広めですね。右も隣だしね。まあ多分そうです。帯ないでしょ。はい、大丈夫。お願いします。ナイスショー。よかった。初速バーン。よかった。はい、ということで、緊張のね第1打2人とも、まあ夏希ちゃんも右からちょっと軽いドロー目、野村さんは左からちょっとフェード目、ちょっと危なかったですけどね、まあ、とりあえず OK と、よろしくお願いします。はい、あ、ここです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 。変わんねえじゃん、あんまり。これ薄かったもん、あたり。私も 0.02 ミリぐらいだったよ、俺、あたりは。はい。さあ、2人ともヘアウェイキープということでですね。思って、俺だいぶ置いてかれるかと思ったら、テレビで見たのと違うな、ちょっと。ちょっと、やめてくださいよ、そうやって。これ、どうだって、こうするとかないのかい。こんな可愛い女の子いじめて炎上しちゃいますよ。そうだ、本当に大概にしとかないと。なんもないですね、はい。まあ、ロングのセカンド、まあ、若干のフォローですね。うん、まあ問題ないです、ね、はい、問題ないです。よかった。お、いい球。おお、ナイス。うめえな。あの子うめえな。キャサリンです。バンカー、バンカー。バンスが、ほら、バンスが昨日覚えたバンスの感じ。まあ、今のなつきちゃんのあのバンカーショットですけども、表が飛んじゃってましたけども、やはりこう飛んだ理由としてはちょっとこう体重移動が結構強めに入りすぎたっていうふうに感じましたね。もう少しもうその場でこう振ってあげた方がいいんですけども、ちょっとこうボールに対してこうクラブがこう上から入りすぎてしまって、柔らかい球を打とうとしてたのが意外とこうちょっと強めの球になってしまったのは、重心移動が少し強めに入ったので、ここら辺はまあバンカーショットが苦手ということでしたけども、やっぱり重心の移動をあんまり使わないバンカーショットをまあ今後覚えなければいけないかなという感じがします。30ヤードぐらいの、はい、右に多分下ってるんで、
はずなんだけど、ちょっと弱かった。ちょっと弱かったです。はい、オッケーです。まあ、ということで、競技方式としてはマッチプレーですから、相手が近くに寄ったときは、まあ、OK を出すと。はい、ということで。入れに行きたいけど、OK もらえないと嫌だしな。入れに行ってくださいよ。下りの、5メーターですね。曲がっちゃったよ最後。はい、ということで、1番ホールはですね、2人とも両者パーということで、これはまあこの先楽しみですね。まあ、最初からアップどっちかするとね、やっぱり流れもできますから、まあ、とりあえずまあスタートホールはまあマッチとイーブンということで2番ホール行きたいと思います。全ホール負けは防げた。全ホール負け。